小笠原課長は、戦国時代の武将。信濃小笠原氏文家、松尾小笠原家当主。松尾上主。父は、信濃守護、小笠原光康。子に、小笠原上記。応仁元年からの応仁の乱では、東軍側につく。文明五年、課長は、将軍、足利義政の命により、この小笠原上記や、筆屋豊と共に、東見の攻略のため、 足利義美法の時なりよりが家にいる暇に、美の枝軍の大井城や時軍の鎌戸村にあった小木島城を攻め落とす。その後、枝軍の中部と時軍の一部は天文三年まで小笠原氏の中流が続いた。京国氏の上総騒動にも、介入、東軍の峡谷京国政権、田賀高田に加勢して、西軍の京国高木を高木吉次か、胸直夫氏。 六角高頼を打ち破った。小笠原文書によると、武田兵庫助を介して、文明十年、尾張の守護代であった、小田佐都市定の要請で、美濃の斉藤明珍を建成するため、援軍を送っている。小笠原家当主の家督をめぐり、いとこにあたる品の守護、小笠原正秀と対立し、文明十二年、正秀によって撃たれた。なお、関西十州諸家府などでは、 遠徳2年10月15日死去とされている。ありがとうございます。